パちゃんです。ヤカ君です。パパー。今日はですけど、この3人がなんと揃ったということで、ある企画を今まで考えてたんですけど、ちょっとついに実行するということでやっていきたいと思います。ヤカ君、ズバリ今日の企画は何ですか？今日の企画はズバリ、ヤカン君、みっちゃんさんからペケジェを借ります。イエーイ。はい、借りる。おお、どの手伝いってのいや、適当適当さにしたよ。じゃあ、今日借りていただきます。それでお前ちょっと手伝ってお前それでお前借りれると思ってる。でもね、もうガチで怖い。もう散々声聞くとだろ、はい、何回もよ、はい、ちなみにどれ違いですか？誰か声出すの、声出ないですよ。彼女と、はい、本当に彼女かよ。おい、すいません。じゃあまあ、はい、ガチで思ってた。だから佐々木部長お前取ってもらって。あ、すいません、はい、ごめんなさい。おい、はい、これガチでちょっと言い換えますね。さすがにちゃんと謝ってます。何番のクルサイしやがって。今までお前袖でお前白なんかしてきやがってお前面白いじゃないですか。面白いじゃないですか。でもなんかこれこれは次に側から。でもね、あのこれよりあおちゃんのメインカメラですよね。ちょっと声小さいけど乗りたいのか？乗りたいです。乗りたいのか？はい。これちっちゃいぞお前。乗らせてください。でもそもそも彼女なんですか？もうちょっと確認しなきゃいけないですよ。なんでそこだけ声小さくない？あ、もうやったのかよ。え、やってないの？童貞？童貞？童貞。はい、ちょっとまあおさらいしますけど、まあ、その PKGA550 みっちゃんさんがずっと組んできたんですよね。そう。で、みっちゃんさんのご厚意で、やかんくんがバイクも持ってなくて、まあ、お金もないからっていうご厚意で貸してくれると。そう、自分で手伝うって言ったんですよね。そう、今回の企画はやかんくんが、まあ、このバンチャンネルとして旧車を乗り始めてやっと魅力に気づいたところまで来たんですよ。そうだね。で、みっちゃんさんがご厚意でこの550を、まあ、組んで乗るっていう企画にしたかったんですけど、じゃあちょっと残りの作業だけでもいいんですか？やらせてください。すいません、お願いします。ちなみに今日何します？今日は、はい、まず草むしりで草むしりで始めて、はい、そしたら落ちて、はい、バラバラにしてそしたら味方。はい、これ旧車に対する思いをちょっと探っていきながら、多分今後旧車乗ったら人生変わるから。人生変わる。あ、だって実際今さ、昔ずっとパチンコばっかりでさ、変わったな。変わったでしょ。明るくなってみんなに夜間くん見たよなって言われて嬉しがって、再生数も伸びたら僕の伸びてるやなって喜んでるでしょ。なんかチラッと言われてバイク愛があって言いながら、なんかバンチャーってチラチラ見てたけど、周りには汚ねえじゃん。おい、そんなこと思ってたから。夜間くん、まず乗る前に今いろいろさ、実際手伝って聞きたいことないじゃん。それこうやってさ、ちょっとお叱りを受けてさ、どう思ったか、あと今後の生活どう変えていくか、そこだけ誓ってください。ね、編集はサボるし、寝てた。編集サボる。編集はサボるし、なんか、もう本当に夜中の1時に終わってんのに、昼の12時まで寝てるみたいな。そういう、そんな生活してるんですよ。それは良くない。これを受けて、やっぱり生活見直さないといけないところいっぱいあるから、誓ってください。だってこう、高級車を借りるんだよ。それぐらいのやっぱ覚悟がないと乗れないよ。まずは、あの乗った時は、乗った後はメンテナンスをする。1週間に2回乗らない日はちょっと暖気してエンジンを動かします。で、あとはもう乗った後はメンテナンスをして、みーちゃんさんからお借りした竹地 R をして綺麗に保したいと思います。R は持ってねえな。いけちょっと待って、ミチさん、あんなに俺んちは遊んでて寝てたっていう話をしてて、バイクの思いは伝わったんですけど、バイクしかもエンジンかけメンテナンスするってずっと当たり前のことなんですか？生活も全くじゃ変えないってことですか？生活に関してはちょっと
SNS をちょっと最近毎日投稿できるようになってきてるんで、毎日投稿継続して、ちょっとペケジェの方の TikTok もガンガン上げていきたいと思います。彼女風って言われてるんですけど、まあ正真正銘の彼女なんで、やります。本当の思いをちょっと伝えてもらっていいですか？本当の思いよ。本当の思い、はい、本当の思いはね、最近ね、あの江南君もまるちゃんも頑張ってるんで、まあね、なんか協力できるところはして、で、まあね、今バイクも高いからね、まあ乗ってだったら壊れたりとかも多いから、それだったら自分で大丈夫か、まずはねバイクに乗ってたりとかも、ね、してもらっても分かって、その間に自分で貯金とかもできるだろうしね、ためて奥に越したことはないから、その間になんか自分の好きなバイクができたら買うにしても、あのなんかあった時にね、使えるように彼女のお手柄なんだとかに役立った方がいいから、まあ少しでもね、なんかまあバンチャンで盛り上がるようにもそうだし、青ちゃん自身もまた良くなればなっていう、なんでまあね、まあ大事に持ってもらえれば、まあ事故とかないようにね、それが大前提で、みんなで楽しむっていうのを、あのずっとみっちゃんさんとやり取りしてて、教えてくれたなっていう思いをしちゃう。いやいやいや、俺遊ぶのできるっしょみたいな、遊んでばっかりだよ、うわじゃあ行きますか。あ、なんかでもあれじゃなかったっけ、多分もう一人怒ってる人いるんじゃなかったっけ、協力してくれてる、結構怒ってたらしい、その人が一番、めっちゃ怖い人、その人が、そう、怒ってたヘルメットかぶってたけど、やかんかん、さっき言ったあの、はい、ケケジを一緒に組んで怒ってた人、怖い人、怖い、怖いおっすごい反省してるんだ反省してます、もう完全に完成して、車検も取ってもう、今日乗って帰れる状態だった、なんか喜びが少ない、いやもう喜びが少ないですね、泣きそうなんですけど本当かよ、一度も作ったのに一度もつけてなかったいい、このシート、こんなつけてくれたんですか、このシート、仲間に塗装させた、超綺麗、おーやかんか、贅沢すぎだろ、それがさ、彼女と遊んでて寝てたとかさ、一度も絶対来ないし、最悪だね、全部やらせて、これは嬉しいね、めちゃくちゃ嬉しいです、これはね、ちょっとまたがしてもらえば、すいません、じゃあペケジェの方またがらせていただきたいと思います、いいよ、行きます、すいません、失礼します、めちゃくすぎだろ、どう、いいね、何が、何がいいねっていうのは、何かいいことがあったからいいんでしょ、いや、やかんくんが乗ってるペケジェが似合っている、ポッポール逃げんなよ、どう似合ってる、みちゃさん、このバイクっていうのはいろんな思いだったり、パターンポイントとかみちゃさん流に考えてもらってるじゃないですか、はい、その点はちょっとやっぱやかんくんもうなんかかっこいいでしか言わないから、何がかっこいいよみたいな、わかんないと思うんで、そうだね、旧車博士として語ってもらってもいいですか、はい、お願いします、フロント周りから、車体が XJ55 だから本来は渦巻きの RZ みたいなのが入ってるのも、確かに違いますね、400のホイールにして、まあ、外装と合うように赤く塗って、はいはい、うん、でエンジンも最初買ってきた時もなんか5速6速から音がめっちゃ出ちゃったから、はい、まあ、エンジンも他の投資エンジンとも使えてで、まあ、あとは、まあ、マフラー4、5回入れて、はい、で、まあ、コニーのサス、はい、サスペンションと、まあ、アルフィン、あと、まあ、あの特注の猫背シート、はいはい、メッキモール付き、で、モール付き、そう、まあ、タンデンバーも純正から変えて、テールカールも、鉄通テールカールで、ちょっとケツ上げ気味で、っていう
まあ、シンプルおとなしいようなマスタグにしてみました。ああ怖い先輩怖い先輩どうぞどうぞ。怖い先輩もね、もう夜間くん最初言った時マジ泣きそうになってましたよ。でも自分が手伝ったのはネジ回しただけで、日本で最後最初やったんですよ。もういいですよ。ああ、はい、筋トレ大好きなんで。まあでもね、これ夜間くんのバイク愛次第では自分がもらっちゃいます。おマジ、はい、マジ僕も狙ってます。本当っすか。じゃあどっちが愛が、この3人のどっちの愛が強いか、はい、そうですね、間違いないですね。はい、やっていきましょう、はい、ということで、やかんくんこれ全部ドッキリだから。よかったです、マジでビビった。怖い人はいないし、みっちゃんさんはまあ確かに手伝ってほしいと思う、絶対あるから、それはまあ自分が乗るからって話だけど、はい、そのでもみっちゃんさんはそうやってやかんくんのために行ってる、組んでもらってるから、まず大事に乗ってほしい。はい、あと九州ライフ乗って俺も変わってきたし、やかんくんもそこ楽しく楽しいですね、はい、はい、はい、ということで、ちょっとせっかくなんでこのまま今日ツーリング行かないですか。あ、いいね、行こう、行く、行く、初乗りも初乗り、はい、ね、ちょっといろんな旧車のさ、ちょっといろんな乗ってみたさ、自分が伝えてよ、夜間くん初めての。わかりました、伝えていきます。お願いします、はい、じゃあ今後もちょっと夜間くんとのみんなの、楽しいライフもまた始まりますので、引き続きバンチャンネルの動画のご視聴よろしくお願いします。ではチャンネル登録、これからよろしくお願いします。またね。